はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。ショッピングモールかな。まあ、たまにね、なんだっけ、エスカレーターの近くに、まあね、マッサージ機があって、でそれがタダじゃなくてさ、10分間100円とか、あと旅館とかにあるね、昔ながらの昭和の匂いがね、出てくるような、まあ、そういうマッサージ機とかさ、ありますけど、有料のものを使ったことありますか？私はね、使ったことないかもしれない。あれですわ。電気屋さんのマッサージ機。何回かやったことがありますね。立ちの悪いお客だと思いますよ。ね。だって何も買わずにさ、マッサージ機に直行してさ、ね、10分間ぐらいずっとそこにいるんだよ。アホでしょ。アホでしょって言ったら怒られるか。まあ、ね、その電気屋さんの電気、店員さんにしてみたらもう鳩迷惑だもんね。で、この前ちょっとね、まあ私が必要なものがあったからかな。ちょっと電気屋さんがあるホームセンターにちょっと行ってみたんですけど、ちょっとね、ぐるーっと回ってみて、そのマッサージ機のあたりに行ったんですよね。で、なんかね、シャア専用の マッサージ機とかさ、ガンダムの、アムロ型の、シートみたいなのね、色があって、でね、なんだっけな、その赤い方をね、乗ってるっていうかね、まあ、マッサージ機に、座ってる人がいて、もう横になってましたね。どんだけ気持ちいいんだと思って、どんだけ疲れてんだと思ったんだけど、やっぱやっぱリモートワークとかで体がちょっとね、凝り固まってしまったので、そこでやってるのかもしれないんですけど、すごいなと思って、ね、まあ、私もねちょっとね笑いそうになったけど、でもまあね、その店員さんも声かけづらいもん ね、すいません、ちょっと10分過ぎてますのでって、まあ注意できるけどね。まあね、でなんだっけな、やっぱね、パソコンはね、いろいろとあるよ。やっぱね、そういうね、電気屋さん、マッサージ機もあって、掃除機もあってっていうの、本当にヤマダ電機さんだったり、野島だったりとか、いろいろあるけど、やっぱね、まんべんなくあるから、で、パソコンも本当に売れ筋のしかなかったりとかするんで、本当にマニア向けのものがなかったりするんですよね。なんて言ったら、ゲーミングソフトじゃない、ゲーミングパソコンとかの、本当に、ね、マニアックなものが本当になくて、オンラインショップなんかでも、本当にないんですよ。本当に家庭向けの本当にみんなが使えるようなもの、事務所っていうかさ、そういうところが使ってて、のものがあって、ノートパソコンでも、まあね、そういうゲーミングパソコンじゃないやつをこう売ってて、でどうしてもそういうマニアックというか性能のいいものを買いたいし、そこで受け取りたいっていう
いうとなると、やはりヨトバシカメラさんだったりビッグカメラさんとかソフマップもそうかな、もう本当にマニアックなものも売ってたりとかしてて、ツイッターなんかでもね、確かね、私もしかしたらソフマップのツイッターフォローしてるかもしれない。でたまにね、その、なんだろう、〇〇というパソコンの本体が入荷しましたと。で、入荷数は15個です、みたいな感じで、15分ぐらい前に、まあ、例えば来たとするじゃないですか、そのツイートがね。そうすると、30分後ぐらいに全部なくなりましたって言ってて、そういうマニアックな人が、まあ、YouTuber のね、ゲーム配信とかでやってる人だったりとか、まあ、そうじゃなくても、もっといい性能をね、妹とかでやってると、やっぱ性能いいものをね、使いたいと思って、まあ、総取り戦じゃないけどさ、ちょっと、いや、取っといてほしいっていう人がいるだろうからね。秋葉原の方だと思ったね、そのソフマップの方。確か横浜にもあったはずなんだよね。ちょっと離れたところだと思ったんだけど。私が記憶してるのはね、どこだっけな。ゲームセンターとボーリング場が一緒になってる頃、なんだっけな、名前忘れちゃったんだけどビッグカメラじゃないんですよ、そういうところがあって、私もね連れて行かれただけなんで、でもまあ本当にマニアックっていうか、パソコンが好きな人はそういうね、どこに行って自分の求める、なんだろう、パソコンの中のその部品だったりだとか、マザーボードだったりだとか、そういうのをね、そういうのを、ま、求めて歩いていくっていう人が多いんだろうなと思いますね。で、一昔前のね、秋葉原にいたオタクっぽい人っていうのはいないんですけどいたとしてもね、そういうのは本当にあれですよ、まあ、あれですよ、ああいう感じの人はね、最近だと、そうそう。でね、なんか話が過ぎちゃったけどね、パソコンもね、本当に次から次へと新しいものがあったりとかしてて、本当に分かりづらい。まあ多分ね、性能自体はあんまり変わってはいないと思う。ほんのちょっとに変わってるだけで、だけどその素人目に関して言えばなんかいい、変だな、素人目からするとその差っていうのが、その前のものよりもその半年前とか3ヶ月前に売り出されたのと何が違うのっていうと、わからんのですよ。わからんからねっていう話になってて、なんでそんな半年前にね、わざわざさ40万かけてさ買ったじゃないって、買ってで今さ、新しいの出たんだよとか言ってて、ね、ああそうなのって、いくらって聞いたら、40万円なんだけど性能がちょっとプラスされたんだよって言って、って多分世の中の奥さんっていうか、パソコンがねあんまり得意ではないしっていう人とか、そのなんだろう、まあ、使えればいいじゃんっていう、検索できればいいじゃんっていうね、動画が見れればいいじゃんっていう人に関して言うと、何が変わったのってなるんだよねそうそう、多分検索の仕方が変わ、
滑らかになったとか、動画がね見るとすごく滑らかに見えるから、これが買いなんだよって、前のはどうするのっていう話なんでね、いやあれはあなたにあげるよって言っても、私の場合はもうあなたの使ったものでしょってなっちゃうんだよね。本当に申し訳ないんだけど、旦那さんには申し訳ないんだけど、人の使ったものなーって思っちゃうんですよね。まあ、一番上の兄弟の一番上だから、まあっていうのもあるんだけど、お下がりってしたこもらったことはないんですよ。その親戚のおじさんにね、あの母方の方で見れば私一番上なんですよ。自慢じゃないですけど、父方から見ると一番下の方なんだけど、そっからのなんだろうお下がりみたいなのがなくて、そうね、やっぱ人も使ったものだからなんか嫌な感じがするって勝手に思ってる。別にいいんですけどね。なんかどっか潔癖じゃないんだけど、なんかあるんでね。まあまあね、だったらね、マッサージ機をね、やるなって感じなんだけどね。皆さんどうでしょうか。使ったことありますか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。